久保しゃん、久保しゃん、久保しゃん。今回、怒り、怒る、怒りにしましょうか。怒り。はい。そう、僕、怒ることないんですけど、怒ってね、罵倒したりとかね。なんやろな。ふざけんな、クソ野郎とかね。なんかそうやって、なんかその怒りを、そういう感じで使うことはないんですけど、怒りを、その、なんだ、ビジネスに使うことはあるんですよ。ムカつく、クソとかね。まあでも、昔、なんすかね、若い時に比べると年取ったんで、そんなに、そこまではならなくなりましたけども、なんか、イラっていう、ムカとか、クソと、なんですかね。まあ、その程度はやっぱあるんですよ。やっぱり前回も言いましたけども、いや、僕に質問来てるのに、そっちには金払うのかと。で、僕に質問、僕をリスペクトしながら、あとね、僕をリスペクトしてるのに、いや、吉田さん、それは違うと思いますとか、なんか反論してくるみたいな。いや、反論するんだったら、他行けばいいじゃんみたいな。いや、あなたの今の考え方でうまくいってないから僕のところに来てると思いますし、僕はこういう考え方でやってるんですよと。でもその考え方は吉田さんちょっと違うと思います。うん、じゃあ一人でやってくれと。じゃあ一人でやればいいじゃないかと。なんかよくわかんないですけどね。なんか、いや、吉田さんそれは違うと思いますみたいな。なんかその自分のね、常識というか自分のなんか考え方をこう言ってくるわけですよ。僕は質問されてるんで、悩み受けてるんで、僕は押し付けていいと思うんですね。だって僕はこう考えてますみたいな。だってそれは来たから、質問来たからね。悩みが来たから。うん。そう。まあ、いろいろありますよ。いろいろあるんだけどね。うん。だからそう、クソと思ってね。だけど、それをいい方向に使えますね。うん、自分の全身ビジネス、あ、なるほどね、そういう考え方、なるほど、じゃあ、まあこれ受信力というかなんだろうな、それを転換して、あ、じゃあ俺の伝え方が悪かったのかなとか、あ、なるほど、あ、お客さんというのは、あ、これだからうまくいかないんだ。じゃあこれを改善するコンテンツ、こういうコンテンツ作れるなとかね。なんか物の見方を変えるようにしますね、そうすると。最近は。昔はできなかったと思いますけどね。なんか一つの現象があったら、この現象に対してふざけるなですよね。一つの現象に対してふざけるな、クソみたいな感じなんですけど、一つの現象に対して、あ、なるほど、そうきたかみたいな。まさかの一手みたいなね。って考えますね。あ、そんな手があったかと。馬ってそんな動き、まあ、なんかなんだろうな。まあちょっとルール、ずれてますけどね。なんかいきなりね、まあ、なんだ、将棋だとするじゃないですか。将棋で例えば振って、敵陣のあそこまで行くと金になれるんですけど、なんかいきなり金になり始めてると。いきなりなんか、ピリュって言ったら、みたいな。ルール、いや、俺のルールです、みたいな。いや、俺のルールかもしれないけど、それいきなり全部裏返すみたいなね。じゃあよろしくお願いします。いや、それ裏返しちゃダメだよみたいな。なるほど、みたいな。僕はこういう人を集客したんだとかね。あ、こう、将棋のルールを守らない人と対戦してしまったのかとかね。俺っつうのは良くないな、みたいな。そうじゃないですか。将棋のルールを知らない人を集客してしまったと。ね、将棋のルールを知らない人と自ら対戦を挑んでしまった、自分に非もあるなと、みたいなね。そうだから結局そういうお客さんを集客してるのは僕ですからね。僕の発信に問題があるってことですよね。そう結局のところ、だからなんかそう感じるというか、そう受信するように最近はなってきたかなと思いますね。ムカつくけど怒ったりとかムカついても、あ、結局俺の発信で集客してるから俺にも非があるなみたいな話で、な感じですかね。はい、いってらっしゃい。